ニトリさんいますか？ん？誰か来たよ。来客とは珍しいね。あの声は。ニトリさん大変なんですよ。うわ、いきなり？どうやって入ってきたの？やっぱりサナエ殿だったか。久しぶりだね。お久しぶりです。どうやって入ってきたかですって？普通に玄関からお邪魔しましたよ。あれ、オートロックのはずだけど。何ですかそれ。ちょっと触っただけですぐ開いちゃいましたよ。え、そんな簡単に開く代物じゃないけど。さすがサナエ殿、相変わらず神がかってるね。それは言い過ぎですよ。これは改良の余地ありだね。どんなに強固な扉でも奇跡の力で開けて差し上げます。望むところだね。いやいや、そんなところで張り合ってどうするの。でしたね。そうじゃなくて大変な話です。それね。で、何が大変なんだい。何か新しい事件でも。そうなんですよ、事件なんです。何があったの。それはですね、実は。実は飛べなくなったんです。え、誰が。私、コチやサナエ、飛べなくなっちゃったんです。どうしたんですか。私、何かまずいことでも言ってしまいましたか。いや、ちょっと話が飲み込めなくて。つまりはあれだ、今まで普通に飛行していたのができなくなったと。そうですよ、ちゃんと分かってるじゃないですか。本当に。うそ、信じてない。嘘じゃないんですよ、本当なんですよ。急にそんなこと言われても。証拠を出せ、証拠を。どうして信じてくれないのですか。わかりました。では今から飛べないことを証明してみせましょう。え、証明できるの。何が始まるの。いきますよ。うん。ワクワク。えい。えい。ん？えい。見てください。ほら、飛べません。ほら。いやいやいや、そんな下り顔で跳ねられても。全然証明になってないよ。やはりこれでは信じてもらえませんか。逆によくこれで信じると思ったな。飛べる人が飛べない証明をするには無茶があったよ。逆ならしかりだけど。しゅん、私大ショックです。わかった、わかったよ。私は信じるよ。サナエが嘘つくはずないし、私も信じるよ。お二人とも信じてくれるんですね。いろいろわからないところはあるけど、飛べなくなったってのは信じるよ。でも、いざ飛べなくなると何かと不便だね。そういえば、どうやってここまで来たの？
もちろん徒歩です。徒歩だって？森屋神社からここまで？そうなんです。ここまで来るのはなかなか大変でしたよ。結構な距離があるよね。これでは大好きな妖怪退治もできやしません。それは一大事だね。妖怪退治が大好きってのがね。あ、これは失言でしたね。それで飛べなくなった理由とかに思い当たる節はあるの？飛行と関係しそうなことは特にないような気がします。あったらここには来てないだろうしね。じゃあ白霊の巫女に聞いてみたらどう？何か知ってるかもしれないよ。確かに霊夢なら異変とかに詳しそうだしね。私もそう思って先日霊夢さんのところに相談に行ったんです。やっぱり考えることは同じか。そしたらなんて？そしたら、知らないわよって。相変わらずドライだね。白霊の巫女でもわからないのか。あと、異変って気配はしないのよね。特に理由はないけどって言ってました。結構適当だね。まあ、巫女がそう言うなら、あらかたそうなんだろう。レームは無駄に勘がいいしね。仮にレームさんの勘が外れて異変だったとしても、飛べない状態で妖怪退治は難しいですし。確かに、そうだね。八方塞がりですね。っていうかさ、一つ聞いていいかな？どうしたんですか？サナエはさ、今までどうやって飛んでたの？それは、こう、スイーって感じで。ん？もみじさんなら分かってくれますよね？あ、いや、私に振られても。いまいち理解が得られないようですね。いや、そうじゃなくて、サナエはどういう原理で飛んでいたの？あ、そういうことですね。どういう原理なんでしょう。今まで知らずに飛んでいたのかい？私から言わせてもらえば、飛べなくなったことより、サナエが今まで飛べてたことの方がおかしいよ。あ、言われてみれば確かに。飛べるのが当たり前だし、今まで考えたこともなかった。これは盲点でしたね。ニトリさんに相談して正解でしたよ。へっへー。私も飛べないから。どうしてみんなが飛べるのか不思議でならなかったんだよ。え、ニトリさんって飛べないんですか？カッパは飛べない種族だからね。それは知りませんでした。これは相談する相手を盛大に間違えたかもしれません。正解だの間違いだの評価が忙しいな。ニトリさん、確かに飛べる人の方が飛行に関して詳しいと思ってなかったわけでもないですが。ガーン。でもニトリさんたちカッパさんの素晴らしいテクノロジーとかなんとかで飛べるようにしていただけるのではないかと、このコチアサナエは思ったわけなのですよ。しどろもどろだね。でしょう。なるほど。そこ納得するの？我らカッパのテクノロジーでサナエが飛べなくなった原因を
必ずや解き明かしてみせるよ。頼もしい。いや、あまりにもちょろすぎでしょ。なんか変なスイッチ入ってるし。じゃあ気を取り直して、なんでサナエが飛べるのか考えていこうか。というか、サナエ殿が飛ぶのは二柱型のお力ではないの？まあ、神の力っていうのがそもそも何なのかわからないけどね。ああ、それはないですね。え？そこ否定する？確かに神の力は存在しますし、私もその力の一部を授かっています。でも飛ぶ力はどうやら諏訪子様やかな子様のものではないらしいのです。なるほど、そういうことか。あー、びっくりした。私も以前まではそう思っていたのですが、この前聞いてみたんです。なんて？飛べなくなってしまったんですけど、どうにかできませんかって。そしたらなんて？そればっかりは私もさっぱりだ、だそうです。う、なんでそんな反応なんですか。まあ、その話は一旦置いておこう。置いとかないでくださいよ。じゃあ、二柱型ではなく、サナエ殿の力で飛んでるんじゃない？サナエの奇跡の力ってやつか。あ、もみじさん鋭いですね。実は私もそうではないかと踏んでいます。奇跡の力を使っている感じはあるかい？それはちょっとは、あんまりないですけど。でも奇跡で飛んでるなら飛べないのが当たり前じゃないかい？それは違いますよ、ニトリさん。奇跡的に私が飛んでいるのではありません。私が飛べることが奇跡なのです。なんだか難しい話だな。とにかく私の奇跡の力を取り戻せばいいというわけですね。まあそうだね。サナエの奇跡の力を取り戻す方向で考えていくか。よろしくお願いします。解決策が見つかったら森屋神社に遊びに来てください。ニトリとモミジの飛行力学。